ということで、まあ、早いもので皆さん、この筑波大学に入学して、まあ、1ヶ月ほど経ったと思います。で、まあ、線形代数の講義の方は、相変わらず、まあ、非常にゆっくりやっておりましたけれども、まあ、連休も明けてですね、だんだんこう行列のあたりに差し掛かってきますので、今日あたりからちょっとスピードアップするかもしれませんが、そことなるとかもしれませんが、まあ、ちょっと、もしあまりにもついてこられなさそうだったら、まあ、授業の後にでもいろいろ教えてください。で、一応、まあ、時間の都合で省略する部分もありますけれども、と毎回アップロードしている僕の講義ノートの方には、僕が本来こう授業したい内容ですね、授業したかった内容というのを、例えば定理の細かい証明とか、そういったこともなるべく詳しく書いておりますので、でまあ、皆さんその、ある部分については各自で復習してもらうことになるかと思いますが、まあ、分からない部分があったら、適宜僕の講義ノートなども参考にしていただければと思います。それで、まず今、そうですね、じゃあそろそろ始めましょうか。前回から複素数に入っているわけですけれども、まず前回の講義の補足をしたいと思います。実は前回の講義の最後の方で複素数の絶対値の定義を書きましたけれども、その中でですね、実はまだ授業で説明していないことを書いてしまったので、一応それだけちょっと補足しておきます。これから書く内容は前回の講義で書いた内容ですので、皆さん適宜ノートを見ながら思い出してください。前回ですね、複素数 A プラス BI の絶対値の定義として、この Z の縦棒ですね、これを実部の2乗プラス虚部の2乗で定義しますと書きました。で、問題はこの次で、これが実は、Z とそれから Z の複素虚約の積になっていますということを話したんですが、後からちょっと気がついたんですけれども、実は複素虚約の積というのは、複素数の積というのをまだこの授業で定義していませんでしたので、ここの部分はまた後でですね、複素数の積を定義したときに皆さん復習してほしいと思います。で、ここはちょっと未定義でしたので、すいませんでした。一応そのつもりでこれから話を聞いてください。以上が前回の授業の補足です。で、これについて何か質問などありますか？はい。それでは、今日はその、複素数の絶対値の、まあ、続きからいきます。で、絶対値の次に、教科書ですと11ページの真ん中にある図 1.8 の、すぐ上の行なんですけれども、変革という言葉が出てきますので、まあ、その定義から始めましょう。で、前回の授業でやりましたように、複素数というのは、まあ、平面上のベクトルと対応づけることができるという話をしました。で、実はその平面上のベクトルというのは、まあ、平面上にはその x 軸と y 軸を取りますから、その x 軸と、まあ、ある角をなしているわけですね。で、その角が実はその複素数を考える上でいろいろ役に立つという話を一応これから説明します。で、まず、複素数A プラス BI という複素数があったときに、この変革ですね、変革というものを考えまして、
でこれをまず記号で、まあ、このように書きます。で、ARG と書いてですね、これは何かというと、あの変革のことを英語でアーギュメントと言いますので、まあ、このアーギュメントの略で、まあ、こういう書き方をします。まずは記号ですね、記号の定義。で、次にその意味を説明します。で、この複素数 z の変革の意味なんですが、この z に対応する1ベクトル、今の場合ですと、これ実部が A で虚部が B ですので、この複素数に対応する1ベクトルは AB というベクトルです。で、これが、まあ、X 軸とナス角、まあ、これ仮に θ と置きますと、このθのことを複素数 A プラス BI の変革と言います。で、実際にその図 1.8 がありますので、一応ちょっと黒板にも書いてみましょう。一応これ複素数、まあ、複素平面の図を書くわけなんですけれども、まあ、よくですね、まあ、いろいろな書き方がありますが、よくこう Z と書いてこう枠を囲む、こういう書き、このように書く場合があります。で、このように書く場合には何を意味するかというと、これはそうすると Z の複素平面ですよと、まあ、それを表す記号として、まあこういう記号を書き入れる場合があります。まあ、常にというわけでは必ずしもないんですが、もしこういう記号に出くわしたら、まあ、これは複素平面だと、複素数 Z の複素平面だというふうに思ってください。で、それから、次に、今、例えばその複素数 z が与えられたときに、まずその1ベクトルがどっかにあるとしましょう。まあ、この辺に、こう、1ベクトル A と B があります。あ、ちなみにですね、あと、この座標軸の、名前の付け方ですけれども、複素平面の場合、しばしば書かれる方法としては、まあ、X 軸、横軸はこのように書いて、その、リアルパートオブ Z で、Z の実部と。それから、縦軸の方は、まあ、IMZ と書いて、イマジナリーパートオブ Z で、Z の虚部というふうに書く場合もしばしばあります。まあ、これも常にというわけではないんですが、まあ、こういう書き方もありますので、まあ、こういう書き方が出たら、驚かずに、こういうもんだと思ってください。で、複素数 A プラス BI に対応する、まあ、1ベクトル AB が、まあ、こんなふうに、ありまして、まあ、これがそのベクトル A なわけですね。で、一応、複素数の絶対値に関する性質として前回やった話を復習しますと、複素数 Z の絶対値というのは、実は、この今書いた1ベクトル A の長さに等しくなるということをやっておりました。ですので、この1ベクトル A の長さは、すなわち Z の絶対値でもあります。そして、肝心のこの複素数 Z の変革 θ というのは、この1ベクトル A が X 軸となす角ですので、まあ、一番基本的には、
この角度がセータになります。でところでですね、その皆さんこれまでその三角関数などを高校の数学で勉強してきて、こう気がついた人はいるかと思うんですが、実はこの、この x 軸、これ実軸とも呼びます。x 軸もしくはこの実軸ですね。と、この1ベクトル a のなす角っていうのは、もちろんこれは一つそういう角なんですけれども、これ以外にもたくさんあるということに注意しましょう。どのぐらいたくさんあるかというと、実はここからですね、まず反時計回りに1回転させて、この1ベクトル0まで来たもの、それからまた2回転させて1ベクトル0まで来たものも、すべて同じようにこの角度を表すわけですね。そうしますと、実は、この z の変革というのは、まず基本的な一番小さいものがこう与えられた後は、それプラスこう 2π 分だけ の, こうあの不定性がある、2π 分だけこう同じ同じ角を表すものにいろんな表し方があるということに気をつけてください。ということで、これのことを書きますと、この z の変革、アギュメント of z というのは、2π の整数倍だけいろいろ種類があるということですから、逆に言うとその 2π の整数倍を除けば一つに定まるということですね。一時的に定まります。という言い方をします。で、このことをですね、その数学の記号では、どのように書くかというのが、教科書でちょっと後ろの方で、教科書で12ページの、上の方に書かれていますけれども、例としまして、例えば、そうですね、ある z の変革、この θ が、皆さんに比較的なじみの深い角度ですと、4分の π やったとしましょう。で、ある複素数 z の変革 θ が4分の π であったときには、この4分の π のプラスマイナス、2π ですね、2π の整数倍を加えたものも全部、この z の変革とみなすことができます。で、このことをどのような式で書くかというと、例えば、そうですね、4分の π がここですから、この次に大きい変革っていうことは、ここから一周して 2π 加えますので、そうすると4分の 9π もこの z の変革なわけですね。で、このことを数式では、こういうですね、3本線のなんかイコールに1本足したような、こういう記号を使った式をで表します。で、失礼しました。これに、括弧して、元 2π と、こういう記号を書いて表します。で、この形の式をですね、合同式と言います。で、で、まずこの式の意味なんですけれども、この記号、その合同っていう記号なんですが、まず読み方から言いましょうか。読み方はですね、4分の π、合同
これ読み方の一例ですけれども、4分の π 合同4分の 9π モジュロ 2π といったような言い方をします。で、その、まあ、意味なんですけれども、まずこれ読み方ですね。読み方はこうで、その意味は、この合同の記号の両辺にある4分の π とそれから4分の 9π という2つの値の差ですね。差はここにあります 2π の整数倍である。いうことを意味します。で、まあ、式自体の読み方は今言ったように4分の π 合同4分の 9π モデュロ 2π っていう読み方をするんですけれども、もう少しちゃんとした文章 の作り方もあり、文章による合同の表し方もありまして、それをちょっともう順番が前後しますが、もう一回書きますと、4分の π と4分の 9π は 2π を法として、合同であると。こういう文章ですと、こういう言い方になります。これがまあ合同式の、まあ読み方、説明の仕方という意味です。もう一度説明しますと、そのこの場合、その4分の π と4分の 9π が2π を法として合同であるというのはどういうことかというと、この4分の π と4分の 9π の差ですね、差を取ると、差はちょうど 2π の整数倍になると、そういう意味だということを理解してください。で、まあ、微積分では合同式ってあまり出てこないかと思いますし、あと、線形代数でもそんなに出てくるとは限らないですかね。むしろ合同式っていうのは、多分その数学類で2年生以降に学ぶような代数学などで頻繁に出てくる概念だと思いますので、まあ、皆さんにとってはまあそれほど馴染みがなくてもやっていけるとは思うんですけれども、ただ変革を理解するでは上では必要な概念ですので、一応そこだけ確認しておいてください。ここまでで質問ありますか？はい。それからですね、あと、まず変革をやりましたので、今度変革を使って逆にその実部や虚部を表すこともできます。まあ、Z を、まあ、A プラス BI で表せる複素数とした場合に、この実部 A とか虚部 B をですね、その複素数の絶対値と変革で表しますと、実部 A の方は、黒板の左側にある図から多分理解できると思うんですが、Z の絶対値かけるコサインセータと、それから虚部 B の方は Z の絶対値かけるサインセータですね。で、ただしここでセータは Z の変革で、かつ、まあ、変革の取り方はいっぱいあるんですけれども、その中で特に0から 2π の範囲で取った変革ですね。これを使うと、まあ、
実部 A と虚部 B の値をその、複素数 Z の絶対値の変革を使って表すことができます。で、これを使いますと、この元の複素数 Z をです、あのね、あのその絶対値と変革で表すことができて、Z の絶対値かける、括弧のコサインシータプラス i サインシータというふうに表すことができます。で、これを複素数 Z の極形式と言います。で、その a プラス bi をわざわざこの変革を使って表すことに何のメリットがあるのかということなんですが、まあ、予習してきた人は分かるかもしれませんけれども、これ実は複素数の掛け算を考える上で非常に便利な概念になりますので、そのつもりで後の話を聞いてください。とりあえずこの極形式に関してはいいですか。はい。じゃあ、いよいよその複素数の四則演算に進みましょう。で、複素数の四則演算なんですが、まず、足し算ですね。足し算もしくは引き算。まあ、加法もしくは減法ですけれども。二つの複素数を用意しましょう。一つ目は Z1 として、これを、まあ、A1 プラス B1i と。それから、もう一つの複素数を Z2 として、これを A2 プラス B2i と。A の時に、この Z1 と Z2 の和ですね。これはどう定義するかというと、それぞれのまあ、実部の和が新しい和の実部になって、それから虚部の和がその新しい和のそれぞれの虚部になります。で、一応その幾何的な意味をちょっと見てみますと、Z1 に対応する平面ベクトルを、これが、今実部と虚部並びますから A1 と B1 ですね。それから、Z2に対応する平面ベクトルが、A2B2 なわけです。で、これをですね、この平面ベクトルをそれぞれ、Z1 に対応する平面ベクトル V1 として置いて、それから Z2 に対応する平面ベクトルを V2 と置くと、Z1 プラス Z2、これは複素数の和としてのものですね、複素数ですね。で、この複素数というのは実は平面ベクトルでは、この V1 と V2 の和に対応すると
ということがわかります。これ、まあ一応、この例を図で書いておきますと、複素平面がありまして、で、例えば、まあ、Z1 ですね。Z1 がここにあって、で、それに対応する平面ベクトル V1 がこんな形で与えられていると。で、それに対して、まあ、Z2 に対応する平面ベクトル V2 が、まあ、こんな形になっているとなりますと、実はこの V1 と V2 の和となる平面ベクトルの位置が実は複素数では Z1 プラス Z2 になるということが言えます。ですので、まあ、非常にその、まあ、平面ベクトルと複素数の対応からすれば自然な定義になっているということが分かると思います。まあ、大体足し算はこのぐらいでいけると思うんですが、何か質問ありますか？はい。じゃあ次に掛け算をやりましょう。情報と言いますけれども、先ほどと同じように、まあ、Z1 を A1 プラス BII と置きまして、で、これは先ほどの極形式で表しましたときに、その Z1 の絶対値を R1 としましょう。で、それから変革は θ1 としましょう。ですね、極形式はこのような形で表されるものとします。次に Z2 の方は、まあ、先ほどと同じように A2 プラス B2i で与えるんですけれども、その絶対値は R2 としまして、その変革のうち、まあ、2π、0と 2π の間にあるものですね。変革、その0と 2π の間にあるものは θ2 としましょう。こういう形で2つの複素数が与えられているものとします。で、この時に Z1、Z2 の積の定義なんですが、まあ、基本的にはその、まあ、この式をですね、この、まあ、I をなんか別なものと思って、この式を展開することにします。で、これを順番に展開していきますと、A1A2、結果だけ書きますから A1A2 マイナス B1B2 というのは実分になって、それから虚部の方は A1B2 プラス A2B1i、はい、まあ、こういう形の複素数とします。で、これ展開したときなんですけれども、その i の2乗が出てくるってきたときには、その、これをマイナス1に置き換えるということに注意してください。で、それで、こう、展開を行えば、この形になるというのは、各自、後から確認できると思います。で、
これのですね、その、このフェクトル数の極形式で表したときに、そのどういう意味を持つか、基本的にどういう意味を持つかっていうことなんですが、それをちょっとこれから説明します。Z1 と Z2 の積を、まあ、極形式で表しますと、一応基本的にはその この定義に、それぞれ例えばそうですね、この A1、A2、B1、B2 って表せていますから、この例えば A1 にコサインセータ1を、R1 かけるコサインセータ1を代入するとか、それから A2 には、R2 かけるコサインセータ2を代入するとか、まあ、そういった代入を行うことで、これ極形式で表すことができますが、少しまとめますと、R1、R2 を外に出して、それから、コサインシータ1、コサインシータ2、マイナス、サインシータ1、サインシータ2。これが、実部になりまして、それから虚部の方は、コサインセーター1、サインセーター2、プラス、サインセーター1、コサインセーター2。こういう形で表すことができます。で、多分、皆さんは、その、受験に向けてよく訓練をしてきたと思いますので、この式を見てこうパッとひらめくと思うんですけれども、実はこれ三角関数の加法定理を使ってうまくまとめることができるわけでして、R1、R2 かける、で実部の方は実はコサインのセータ1プラスセータ2、それから虚部の方はサインのシーター1プラスシーター2ということで、こういう形にまとめられます。で、で、ここでその何を言ってる、この式が何を言っているかというと、実は、その複素数の積は、その、極形式で考えると非常に分かりやすいということを言ったんですが、どう分かりやすいかと言いますと、まずその積ですね、この積の絶対値というのが、それぞれの、2つの複素数のそれぞれの絶対値の積になります、まず。で、それから、この積の変革というのが、実は、もともとの2つの複素数の変革の和になります。はい。その絶対値の Z1、Z1。ああ、ごめんなさい、これ Z2 ですね、すみません。はい、そうです、そうです。ありがとうございます。はい、これですね。はい、そうです。ですので、どうもこの黒板、下で下がりたがるんですが、絶対値、積の絶対値は2つの絶対値の
積で、それから変革、積の変革は2つの変革の和になります。ここまでいいですか。で、これがですね、そのどういうことを言っているかというと、一応、くどいようですが、もうちょっと実例を挙げて説明しますと、その、まあ、例えばなんですけれども、2つの複数がありますと。どうしますかね。Z1 と Z2、まあ、こんな複素数が2つあったとして、で、この2つの複素数の積はどうなりますかって言われたときには、平面ベクトルとして、次のようなベクトルを考えればいいわけです。まず変革に関しては、この θ1 と θ2 のこう和ですね。だから、まあちょっと大雑把ですけど、大雑把というか曖昧ですけど、厳密ではないですけど、まあ、例えばこのぐらいが θ1 プラス θ2。それから、絶対値は、このそれぞれの平面ベクトルの長さの積ですね。だからこういう複素数が、Z1 と Z2 の積になるというふうに、こう、変革と、それから長さを、ですね、平面ベクトルの変革と長さを使って、まあ、直感的にこう考えることが、積を考えることができるようになるというのが一つの例です。それから、ここまでいいですかね。もう一つの例は、x3 乗イコール1を満たす、2つの虚数これを、まあ、z1 とそれから z2 としましょう。でこれは、互いに、これはそっか複素契約であると。という事実なんですが、多分受験数学ですと、確か x3 乗イコール1を満たす数というのを、1とオメガとオメガ2乗なんていうふうな形でこう表していたと思うんですけれども、じゃあなんでオメガがあったらオメガ2乗も出てくるかっていうと、これはこの変革を考えるとよく分かることでして、まあ、複素平面上に単位円を取ります。で、まあ、そうか、z3 乗イコール1ですね。z3 乗イコール1ですと、まあ、1という実数は、1ベクトルでは、こういう1ベクトルになりますので、そうすると、3乗して1になる複素数というのは、一体どんな数かっていうのを考えると、変革が、これの3分の1。で、長さに関して、絶対値に関しては、もともとこれ、1の絶対値は1ですから、絶対値の値、絶対値は変わらないわけですね。そうすると、単円周上のどこかに、この z3 乗イコール1を満たす複素数というのは存在するということが分かるわけです。で、そうすると、まず、この1の変革を 2π と思えば、この z3 乗イコール1を満たす複素数の変革っていうのは、この1の変革の3分の1倍ですから、
そうすると一つは、この辺ですね。辺角が、3分の 2π。という、で、絶対値が1の辺複素数 z1 というのが、まあ、一つ、これを満たす複素数の一つになるわけですね。で、もう一つは何かっていうと、この辺角には、2π の整数倍だけ、こう、自由度があるというか、何種類も、こう、違った表し方があるということですから、そうすると、これ、この1の変革は1つの表し方は 2π なんだけれども、これに 2π を加えたものも1の変革ですから、そうすると1の変革、4π も1の変革なんですね。そうすると 4π を3で割ると、ちょうど、この θ イコール、3分の 4π のところを持つ複素数が出てきまして、これが z2 となるわけです。で、確かに検算してみますと、この3分の 4π を3倍すれば 4π になると。4π っていうことは変革はまあ、この1の変革に等しくなるわけですね。といった感じで、実はこういう z 3乗イコール1を満たすようなその複素数っていうのを考えるときには、その単元周上でその変革を例えば今の場合ですと3分の1にする。もしくは、もっと一般的に、z の n 乗イコール1という、方程式であれば変革を n の1にすると。そういった複素数を考えればいいことになるということが分かると思います。というふうにいった感じでその複素数の変革とかですね、その絶対値っていうのは、まあ、こういう複素数の積を考えるときに有効であるということを一応押さえておいてください。ここまで質問ありますか？はい。それからあと複素数の、まあ、掛け算までやって、で、割り算に関しては、割り算に関しては教科書にも載っていませんので、ここの時間では飛ばしますけれども、一応僕の講義ノートの方には割り算の本も書いておきました。で、割り算も同じように、割る数と割られる数の、まあ、変革の差ですとか、それから絶対値の比を使ってうまく考えることができますので、まあ、興味のある人は後で各自復習してください。でそれからあとですね、最後に複素数の最後に一つだけ公式を挙げておきます。教科書ですと、教科書の12ページの下半分にコーヒーブレイクという欄がありますので、それをちょっと書いておきます。これはオイラーの公式と呼ばれるものなんですけれども、皆さん、微積分の方で指数関数 E の X 乗はもう出てきましたか ?E の X 乗ってやりました？あ、そうか、物理の方で多分出てきていますよね。多分数学よりも物理の方がこういった話は先に。勉強して、で、多くの人が面食らうということもあるんですけれども、で、しかも今回は、その、指数関数の複素数乗というものを考えるんですね。E の i θ乗というのを考えると、これが実は、cosθ× isinθ になる、等しくなると。まあ、ただし、まあ、θ は、
コドホですね。皆さん使っているラディアンの定義、単位での比角なんですけれども、まあ、こういう公式が成り立ちます。で、まあ、一見奇妙に思えるのは、その、指数関数とそれから三角関数っていうのは、そのもともと出どころは、出どころというか、その歴史的な発見の経緯は全く異なるんですけれども、実は数学的には非常にその、まあ、親しい関係にあるといいますか、このような統合で結ばれるような関係がありまして、で、実際には多分物理ですとか、それから工学では、この E の Iθ 乗でのその複数を使った、いろいろな、ですね、記述というのがなされていると思います。で特に、まあ、θ イコール π のときには、E の iπ プラス1イコール0が導かれまして、でこれを Euler の公式とも言います。でこれも知ってる人は知ってると思うんですけれども、このオイラーの等式ですね、このオイラーの等式は、その数学の中でも最も美しい定理の一つとも呼ばれております。それはなぜかというと、まず一つの理由としては、その足し算とですね、それから掛け算、それから指数関数という、その、まあ、異なる3つの演算が一度に一つの式に現れているというのが一つ理由で、であともう一つは、ここの一つの等式の中に、その数学に現れる重要な要素というか、定数ですね、が一度に現れています。例えば、この0というのは、加法の単位元と呼ばれていて、足し算でいう、まあ、非常に単位、基本になる数ですね。それから1は、情報の単位元と呼ばれていて、掛け算において一番基本になる数なわけです。それから、円周率の π、それから自然対数の k である e、それから、虚数単位の i が、一つの、まあ、単純な式にですね、一度に現れるというのは、数学のあらゆる公式の中でもなかなか他に例を見ないものです。ということで、多くの人たちが、まあ、この等式は非常に美しい定理の一つだというふうに、こう言ったりしております。で、皆さんの中には読んだ人もいるかと思いますが、小川陽子さんの「博士の愛した数式」という小説がありまして、でこれは、確かその、まあ、天才的な数学者でありながら、その交通事故で記憶を失ってしまった博士と、それから、まあ、少年と の交流を描いた小説なんですけれども、そこのお話の中で、この鍵になる、場面でですね、このオイラーの等式が出てきていますので、まあ、もし、まあ、興味のある人はちょっと読んでみたらいいかなというふうに思います。はい、ここまでが大体、複素数の説明一通り終わったところですけど、何か質問ありますか？はい。じゃあ。次に進みましょう。次はセクション 1.4 で、N 項数ベクトルです。で、
一応ですね、その教科書にも書いてありますけれども、教科書の最初のところでは、実数からなる平面ベクトルっていうのを考えました。で、それから先ほどは今やりましたように複素数を導入しました。で、実はその実数からなる平面ベクトルというのは、その実数をですね、複素数に置き換えても同じようなことをいろいろ考えることが可能になります。ですので、これからやっていくそのベクトルの話に関しては、その実数を並べたベクトルでも、複素数を並べたベクトルでも、共通に成り立つ、もしくは議論できるような話題を扱いますので、囲碁は、その、元になる、スカラの集合ですね。この K を、これを K というふうに表しています。K をスカラの集合。これは、状況に応じて、その、実数全体でもいいですし、複素数全体でもいいと。もうちょっと数学的にちゃんと言うと、これ K は体と呼ばれる数学的な構造を持つわけなんですけれども、これからの議論では大体実数か複素数全体を考えますので、以後どちらでも考えられるということで、K というふうに表しますので、押さえておいてください。で、で一応そうです。それに応じて、その一応 N 個数ベクトルの定義を行います。N 個数ベクトルは、まず A1 から AN という N 個のスカラーを用意します。でこれは K から取ってくるというふうに書きますので、これ以降は K から取ってくるといったら、実数でもいいし、複素数でもいいし、そういった集合から取ってくると思ってください。で、これに対しまして、まず、この N 個のスカラーを、縦に並べたものですね。縦に並べたものを、形状の、N 個列ベクトルもしくは縦ベクトルと言います。でそれから、縦に並べたら今度は自然に横に並べることも考えられるわけで、A1 から AN まで、左から順番に横に並べたものが、形状の N 個を行ベクトルもしくは横ベクトル。と、言いまして、で合わせて、N 個数ベクトルと言います。ただし通常は列ベクトルの方ですね。列ベクトルの方を数ベクトルと
います。で、まあ、教科書を予習してきた人は、きれいだと思うんですけれども、教科書のその記述には、その縦ベクトルと横ベクトルという記述しかないところをわざわざ行ベクトル、列ベクトルと書きましたのは、実はこの後行列をやる際に同じようなその数を縦に並べたもの、横で並べたものが出てくるんですけれども、そこでは行列の行とか列といった概念に合わせて行ベクトル、列ベクトルというような言葉の使い方をしておりますので、ですので、また個人的には僕自身は縦横って使い方はあんまりしなくて、行列という使い方をして、言葉の使い方をしています。ですので、まあ、皆さんはどちらでも構わないと思うんですけれども、とりあえずこういったそのベクトルを表すときに、呼ぶときに、まあ、行ベクトル、列ベクトルと呼んでおけば、まあ、間違いなく数学の先生には理解してもらえることは確かだと思います。で、まあ、一応それを考慮した上で皆さん言葉を使ってください。でそれからと、まあ、行ベクトル、列ベクトルを合わせて、まあ、数ベクトルと言いますけれども、まあ、大抵その数学、少なくとも数学の分野では数ベクトルといったら、普通は列ベクトルの、縦に並べた列ベクトルの方を、まあ、使ったり、あるいは想像したりします。で、何らかの理由でここでは行ベクトルを考えますという時には多分そのように断る場合が多いと思いますので、一応その辺も注意して言葉を使ってください。それからですね、あとは、数ベクトルなんですけれども、この負から K が実数とか複素数の時ですね、まあ、スカラーが実数の時には、まあ、実ベクトルという呼び方もありますし、それから、スカラーが複素数の時には、まあ、複素ベクトルという呼び方もします。ですので、まあ、いきなりこういう言葉ができてもあまり驚かないでください。それからあとは、成分ですね。成分という言葉がありますけれども、まあ、数ベクトルが、まあ、列ベクトルもしくは行ベクトルで与えられるときに、その要素、AI ですね。AI を、これを、まあ、A もしくは A' の代愛成分と言います。ということで、一応その数ベクトル、N 項の数ベクトルに関しては、まあ、基本的な言葉はこのぐらい覚えておいて、あとはまあ忘れたらその都度このページ、もしくは皆さんが今写しているこのノートの今のところに戻って思い出すというふうにしていけば大丈夫かと思います。はい、ここまで質問ありますか？はい。で、この N 項数ベクトルに関しましては、前回予告しましたけれども、ほとんどの概念は以前やりました、平面ベクトルと同じように定義されています。例えば、N 項数ベクトル、2つの N 項数ベクトルですね、まあ、もちろん列ベクトルだったら列ベクトル同士、行ベクトルだったら行ベクトル同士で、まあ、2つの数ベクトルが等しいという定義は平面ベクトルの時と同じように、それぞれの成分が互いに等しいということをもって定義されるとかですね、それから、あと、その N 項数ベクトルの足し算とスカラー場合についても、以前やりました平面ベクトルと同じように定義されていますので、ここでは、板書としての説明は省略します。ですので、各自、
まあ、多分対応するものを復習すればいいと思いますので、各自復習しておいてください。でこれで大体教科書で言うと13ページが終わりまして、で次にと14ページにいろいろ、ワトスカラー倍に関して成り立つ性質というのが載っています。で、和に関しては、まあ、A1、A2、A3 と A4 と呼ばれる性質が書かれていて、それからスカラー倍に関しては S1、S2、S3、S4 という書かれたその性質が書かれてあります。で、一応ですね、教科書の14ページの2行目に、この時和に関して次が成り立つと書いてあって、それからその下の方にまたスカラ倍には、関してはこれこれが成り立つと、書いてあります。で、前にも言いましたが、数学の教科書で成り立つと、いう記述があった時には、これは成り立つことを、まあ、各自確かめなさいと言っているのと、まあ、同値だと思ってください。まあもちろん実際に皆さんが確かめるかどうかは、まあ皆さん次第なんですけれども、少なくとも、証明がない場合には、自分で証明できるということが書かれてありますので、からきちっと理解しようと思ったら、各自証明してみましょう。で、一応ですね、この時間では、教科書14ページの性質のうち A1 のその結合率だけその証明の書き方っていうんですか、アウトラインを残り時間でやってみます。ですので、まあ、それをちょっと参考にしながら残りについては各自で考えてみてください。で、A1 ですね、どういうことを言ってるかっていうと、まず、ベクトル A と B と C、これは小文字の C で複素数の集合と違いますので間違いなしください。これを対乗形状の N 項数ベクトルとしてたときに、まあ結合率A1 で示すべきことは A プラス B を先に加えてから C を加えたベクトルと和の順番を変えてもベクトルは等しいっていう意味ですね。先に B と C を加えてから後から A を加えてもまあ等しくなると。でまあ非常に当たり前のように見えますけれども、一応そのベクトルの和を定義した段階では、まだ当たり前とは言えません。で、それを証明する必要があります。で、どうやって示すかっていうことなんですけれども、ポイント、まあ いや、まず最初にやってみましょうね。まず、証明は、A と B と C をそれぞれ成分を使って表しましょう。A はこういう列ベクトル。A1 から AN を成分に持つ列ベクトルで、B は B1 から BN を成分に持つベクトルで、列ベクトルで、C は C1 から CN を成分に持つ列ベクトル。で、まあ、AI とか BI とか、Ci っていうのは、このスカラー K ですね。とすると。まずこうやってこの各成分を使って、ベクトル ABC を表しておきます。で、まあ、ここで上がっているその性質の証明は、そうですね、黒板の高さの都合でまた左側に書きますけれども、でまあポイントなんです、証明のポイントなんですけれども、
すべてその各成分の形状の演剤に関する性質に帰着させて示すというのがポイントです。で、形状の演算というのは何かというと、この K がどこの集合かによって変わってくるわけですが、例えばこの ABC が実数からなるベクトルであれば、この実数上の加減乗除といった計算に関する性質。それから、ABC がこの複素数からなるベクトルでしたら、この複素数の加減乗除の演算に関する性質を使って証明するということなんですね。ですから、ベクトルに関するこういう式がですね、いきなり示せないから、じゃあどうするかっていうと、成分ごとに考えて、成分ですと、実数の性質とか、もしくは複素数の性質っていうのは、我々すでに知っているものとして使いますので、それを使って証明するということになります。で、じゃあ実際に証明してみますと、A プラス B を先に加えてから C を加えたベクトルを、これ成分で表すわけですね。まず A を、こう表す。成分ごとに表す。B もこの成分を使って表す。で、これに、C を成分を使って表すということを、こういう形でこう、表すことができるわけですね。で、ここでですね、その各成分ごとにそのどういうことが成り立つかということを調べるわけです。そうすると、代替成分はですね、代替成分についてこう見てみますと、代替成分のこの和を見ますと、まず AI プラス BI を加えなさいと。代替成分ですからね。先に AI と、A1 の代替成分と B の代替成分を加えなさいと。で、それの結果に、C の代替成分を加えなさいと。こういうことをやると言ってますね。ところが、例えば、こちらですね、この代替成分に関しては、これ例えば今、これ実数と考えますと、これ実数の足し算なわけです。実数の足し算では、実は、この足し算、和に関する、結合率か。和に関する結合率っていうのは多分皆さん当たり前のように知ってるわけですね。ですので、実数の上では、この足し算は、このようにしていいよということが、言えるわけですね。これはほとんど当たり前だと思っていいわけです。で、ここが実は重要な点で、実数に関してこういうことが成り立つことを使うことで、これを成分に集めたベクトルにも使えるということなんですね。で、ゆえに、この式は実は、B と C を先に加えたものに A を加えたものに等しくなると。というのがここでのその和に関する結合率 A1 の等式の証明になります。皆さん
多くの人から見れば非常に当たり前のように見えるんですけれども、一応まあこういう当たり前のようなことを一つ一つ積み重ねて線形代数も理論を作っているということを認識してほしいと思います。ということで同じようにしてですね、この他のルールも全部この方法で沿って示すことができますので、やってみてください。なお、僕の講義ノートの方には、この全部のルールの証明を一応書いておきましたので、まだアップロードしてないんですけれども、自分で一通りやってみてから、こっそり答え合わせをしてみるといいんじゃないかと思います。それから、N 項基本ベクトル、これも変ベクトルの場合と同様の定義です。それから15ページに行きまして、A1 ベクトルの線形結合、これも平面ベクトルと同じ概念です。それから N 項数ベクトル空間、これも平面ベクトルの場合と同じ概念です。それから最後に、ベクトルの線形独立の概念も、これも平面ベクトルの場合と同じ概念ですので、ここでの説明は省略します。で、各自、復習してください。ということで、一応今日をもって、セクション 1.4 は終えたことにします。多分今日のこの次の演習の授業で、この N 項数ベクトルに関する演習問題が出題されると思いますので、各自、そこで復習ですとか、それから分からないことがありましたら、演習の相山先生や TMS に質問してください。次回は、セクション 1.5 ですね、教科書16ページのセクション 1.5 の行列の演算から、また始めたいと思います。何か質問ありますか？はい。じゃあ次の時間の演習も皆さん頑張ってください。今日はこれで終わりします。お疲れ様でした。